間食っちゃったよ。そうじゃ情報屋も繁盛するね、綾部刑事。おかげさまでな。ゆうべ松金組が撃たれた事件、何か情報は？それがあんまりねえんだよ。大体お前らにも松金組に東ってネタ元がいいんだろ。耳が早いな。誰に聞いた？さっき海藤から。は？なんで言うんだよ海藤さん。あいつのことは黙ってた方がよくないか。もし羽村にバレたらあいつの立場がまずくなんだぞ。綾部の場合バレてから口止めじゃ遅いんだよ。バレる前に口止めしとく方がずっと安全だ。そういうこと。これでもプロなんでね。プロって汚職刑事のだろ。好きに言えよ。ただ今日はマジで大したネタがないんだ。悪いな。なんだ？じゃあ俺はただ酒奢らされただけかよ。待てよ、そんな風に言われちゃ心外だな。じゃあこれ一杯分の勘定は情報で払ってく。どんな？実は夕べから羽村が姿を消してる。知ってたか？組の事務所にもずっといねえ。目下警察でも行方を追ってるとこだ。はぁ、それならもう東に聞いてた。今のでグラス一杯か。綾部情報は高えな。分かったよ。もうならなんか他に聞きたいことがありゃ言え。世間話ってことでただでいい。おっさん三人黙って飲んでてもつまんないからな。世間話ね。じゃあそうだな、そもそもの話、教令会はなんで神室町に来てるんだ？わざわざ関西から。そりゃ東京にも縄張り持ちたいからだろ。東条会と交渉してでも。教令会はそこまで強い組織なのか。まあ東条会2万5000に比べたら教令会はせいぜい1000人程度。おまけに神室町じゃ完全にアウェーだし全然だ。普通に考えれば勝負になんないな。ああ教令会は 1,2 年前から神室町に出てきたが、すぐ東条会に潰されるだろうって警察でもそう見てた。じゃあなんでそうはならなかった？教令会のバックには関西の梶平グループってのがついてる。その資金力がでかいんだよ。梶平ってゼネコン大手の？そうだ。その梶平系列の仇の会社を教令会は隠れ蓑にしてた。それが KJ アートだ。なるほど。梶平は教令会とどういう関係なんだ？大手のゼネコンがなんでヤクザなんかに金を？実は東京進出の野心を持っているのは教令会じゃなくて多分梶平の方だ。東京ででかい再開発を進めようとしていたらしい。再開発？どんな？さあな。でもわざわざ関西から乗り込むんだ。でかい話だろうよ。でその手の話には汚れ仕事がつきものだろう。どういう？地上げとか立ち退かせ、あとは政治的な根回しとか。梶平のそれを全部受け負ってるのが教令会よ。そういう噂だ。多分とか噂とか貴重な情報ありがとうよ。
でも一時期は梶平の会長も頻繁に東京へ来てた。それは間違いねえんだぞ。で、政治家とか役人変わったとこで厚生労働省の風見大臣にも何度か会ってた。ゼネコンと厚労大臣、そんなのがあって何話すの。さあな。とにかく協力会が神室町に来たのは極道の理屈だけじゃねえ、もう少し複雑なんだよ。松金組は今どんな様子だ。昨夜殺しの現場になっちまったからな。警察に囲まれて身動き取れねえってとこだろ。さすがにおとなしいもんだ。あんたの目から見て最近の神室町はどうなってる。昨夜の一件で一層空気が悪くなっちまったな。また抗争の流れ玉が仇にも飛んでくるかもってよ。ああ、モグラの犠牲者も今までは極道だけだったけどな。流れ玉に目をえぐる殺人鬼、そりゃおっかないよな。ああ、それより知ってるか、お前が始めたモグラって呼び名、刑事たちも使い出しててな、町の中でも割と通じんだぞ。へえ。酒の魚に聞くけどさ、人から悪徳刑事って呼ばれる気分はどうなの。あのな、俺の裏の顔知ってる時点でそいつもどうせ裏社会の人間だろ。かもな。そんなのから悪党って呼ばれて感じることなんかねえよ。それもそうか。じゃあそろそろ帰るよ。なんだ、もういいのか。ああ、十分だ。ん、八神に海藤だな。神室署組対の黒岩だ。黒岩、お前らが無罪にしてくれた羽村は俺がわっぱかけたやつだった。へえ、だから。おかげでいい笑いもんになってる。ありがとうよ。うん、どういたしまして。うちの綾部とは仲がいいらしいな。あれ黒岩さんいらしてたんすか。まあ、仕事サボって飲みに来たんだ。お前もだろ、綾部。そんな、サボるだなんて。じゃあ、俺らはこれで。なあ、一つ教えてくれるか。3年前、お前の弁護で無罪になった人殺しが何の罪もない女の子を焼き殺した。なのにこの間の裁判でもまた人殺しを野放しにしたな。今度の犠牲者は誰になるんだ、教えてくれよ、八神先生。大丈夫かよ、タボ。ああ、ああいう手合いには慣れてんだよ。黒岩は何しに来たんだ。多分あいつは綾部のバイトのお見通しなんだろう。で、やりすぎないように釘刺しに来たとか。なるほど。それとも俺らの顔を見に来たか。あいつに目つけられたら面倒になりそうだ。どうする、今夜は俺らも店じまいにするか。いや、その前に協力会をもう少し調べたい。うん？なんでだよ。今まで俺は
連中がただ単にカムロ町の島を狙ってるだけだと思ってた。でもゼネコンがバックについてたり、再開発のビジネスも絡んでる。俺らは本当の恐竜界を知らないってことか。でもよ、連中を調べるってどうやってだ？俺たち恐竜界には友達がいたろ。村瀬のことだな。村瀬のとこに行く。刑事アートだ。